私の無駄な努力をご視聴いただきありがとうございます。今回は、ラズベリーパイ4またはキーボード一体型のラズベリーパイ400に向けて、レトロパイバージョン4.7.1のセットアップを紹介していきたいなと思います。今映像で出てる通り、私の使用環境ですね。USB キーボード、USB マウス、USB ゲームコントローラー。この3つを接続しています。 実際には USB マウスは使用しないんですけど、Ubuntu の, Ub のインストールも今後考えているので、USB マウスは差しっぱなしでセットアップを行っていきます。で、えっ、ー、と、セットアップの表示画面からですね、えーと、そのまま動画にしていきますので、HDMI 録画装置も接続した状態です。 はい。えー、それでは、機器の紹介も終わりましたので、電源を投入していきます。電源オンはい。起動しましたね。はい。お馴染みのロゴですね。レトロパイ。はい。それでは、えー、この次ですね。ゲームコントローラーの設定から入ります。そろそろゲームコントローラー握っておいてください。 はい。設定入りました。ゲームコントローラーの A ボタン、長押しで設定スタートです。はい。それでは、えー、ボタン当てていきますので、アップ、ダウン、レフト、ライト、スタート、セレクト、A、B、X、Y、L、R と、ボタンをポチポチと押して割り当てていってください。使わないボタンは A ボタンの長押しで飛ばしていってください。一番最後に、 ホットキー設定します。ホットキーを設定するところがあるんですけど、ここを設定しないにすると、セレクトボタンと共用でやりますかという質問が出ますので、イエスを押してください。はい。それでは、レートロパイの設定画面の方入っていきます。最初は、ラスピコンフィグを押してください。 で、6番、アドバンスドオプションですね。こちらの A1、エクスターナルファイルシステムを選択して、SD カードの容量の、全容量が検出できるように、ファイルシステムの変更をしましたと。それで、再起動してください。で、リブートナウでイエスですね。はい、再起動しました。 え次ですね。サイドラスピコンフィグ入りまして。5番のローカライゼーションですね。L1 のロケールですね。ゲームコントロールの場合は下キー押しまくり。キーボードの場合は下キー押しっぱなしで進みます。で、えっと、ここ出てきます。engbutf は 選択し、選択したままで置いておいてください。で、このさらに下に、JA, JP, UTF とありますので、こちらを、こちらにアスクアスタリスク打ってですね。で、OK ですね。で、あります。えっと、で、メインは ENGB, UTF になりますので、ここで OK ですね。 はい、えー。続きまして、サイド5番ですね。で、えー、L2 のタイムですね。でまず、日本だとアジア、東京と、選択していきます。はい。えで、ー、は、サイド 5, 5番のローカライゼーション入って、L3、キーボードですね。 で私の画像あ、動画の通り、私の場合は日本語フルキーですので、えー、ジェネリック105のキーを押して、で、other ですね。日本語キーボードなので、other に入って、ジャパニーズですね。OK。で、上のジャパニーズを押して、OK。で、えー、デフォルトですね。 Alt で, OK、で、でノンコンポーズキーですね。で、OK ですね。はい、えー、続きまして、サイド5番のローカライゼーション入りまして、L4、ワイヤレスランの設定ですね。で、えーまあ、当然、日本 j p ジャパンですね。こちらを押して、こちらを選択してください。 はい、OK。で、一度、えー、リブートですね。再起動してください。はい、再起動しました。それでは、えー、Wi-Fi の設定を開始しますので、えー、この、はい、Wi-Fi を選択してください。はい、えー、1番の Connect to Wi-Fi ですね。 でご近所さんの関係ありますので、えー、っと、私の家の周りの Wi-Fi のこのやつは出ないようにぼかしています。ご自宅の Wi-Fi を選択して OK を押してください。 はい。えー、それでは、えー、Wi-Fi の PIN ですかね。パスワードですかね。そちらを入力して、OK をしていきましょう。こちらは、まあ、携帯やパソコンと大きくは変わりませんね。はい、コネクティング。 はい。えー、上のとこですね。えー、と、Wi-Fi つながったんで、IP アドレス19216-014と、私の場合ではこう表示されています。で、この後ですね、えー、と、ネットワーク対戦とかする方はですね、IP アドレスの確認、まめにすることがあると思いますんで、この show IP を押すとですね、えー、と、この後ちょっと、ちょっと画面、私の方はぼかしてますけど、この上のところに、Your IP is 何々と、 表示されています。はい。えー、Wi-Fi つながったんで、ラスピコンフィグに入りまして、アップデートを選択します。で、まぁ、あ、ラスピコンフィグ側のアップデートは、そんなに時間かかりません。えー、およそ数十秒ぐらいですかね。ちょっと待ちましょう。 はい、OK です。これで、ラスピコンフィグは、す、え、べ、ー、て終了となります。はい、フィニッシュド。続きまして、レトロパイセットアップを選択します。で、これちょっとレトロパイセットアップですね。1回目を、一回目だけちょっと時間がかかるんで、まあちょっと何秒か。10何秒ぐらいですかね。 あの、ちょっと待ってください。はい、入りましたね。それでは、えーと、このアップデートですね。アップデートで OK と。で、まあちょっと確認とかちょびちょび入るんですけど、OK、OK と押しますと、ここからですね、えーと、私のこの映像では5倍速に今設定していますが、 えっと、およそ1分半かかりますので、約8分ぐらいですかね。ちょっと待つ時間が発生します。えー、喉が乾いた人はジュース飲むなりですね。コーヒー飲むなり、えー、トイレ行きたい方は、えー、がっつりトイレ行ってください。ちょっとかかりますね。で、えー、セットアップなんですけど、えー、っと、この後ですね。この後、細かく何かを選ぶっていう作業はあまりないので、もうこの後の、 この後の再起動の時にキーボードを引っこ抜いてもらっても大丈夫です。ラズベリーパイ4をご使用の場合はもうゲームコントローラーだけでも全く問題ありません。そうね。ラズベリーパイ400の場合はまあキーボード一体型ですのであんまり変わりはないですかね。 ですはい、アップデート完了ですね。えー、続きまして、えーまあ、ちょっとした便利ツールなんですけど、えー、コンフィグレーションツールですね。の、えー、32番、サンバですね。これを入れますと、えーとまあねえー、サンバサーバーとして、レトロパイが機能しますので、えー、パソコン上からドラッグドロップで、ドラッグドロップでロムが入れれます。 ぜひとも皆さんご使用いただきたいなと思います。で、エクジットを押すと、エクジット押して、で、えもうサンバーサーバー起動させますので、え再起動させてください。リスタートシステムですね。はい、えここで、えっと、一度再起動して、 サンバーサーバーが立ち上がってから、えー、パソコンから、えー、ファミコンのロムを1個入れて、さらに再起動させている状態が今です、えー。ニンテンドーですね。ファミコンのロムが検出されましたので、ニンテンドーと表示されて、それを選択しております。私の大好きなロックバンドですね。えー、世紀末の、えーまあ、ファミコンですね。1986年。 世紀末悪魔の楽器学習ですね。えー、一応、ファミコンとしてやってた時には一応頑張ってクリアは一度しました。なかなかのクソゲですね。えー、まあこんな感じでゲーム動きますので、えー、まあ、今回の、えー、レトロパイのセットアップとしては以上となります。えー、私の無駄な努力をご視聴いただき、 ありがとうございました。